こんにちは、清志郎です。まあ、今回はね、案外ねリクエストが多かった手なしの羽置き講座です。とりあえず手なしの羽置きやる上で大事なのが、羽置き手ない方が楽っていう人がいたりするんで、コツ共通だったりするんで、それは覚えて帰ってください。まずステップ1が後転途中でやめるです。これをまあ手ありの場合は手添えるんですけど、今回ないんでここです。後転に行きそうやめる、これも行っちゃってるんでダメなんですけど、行かないとこ見つけてください。で、良くない例としては後転行かなすぎると良くないです。これとかね、これだと後転行ってないので、まあ言ってしまえば回転力がないです。なのでちゃんと後転っぽいのを作って、次は1回腹筋で起き上がってください。こう座る、ここまでは多分みんなできると思う。で、こっからじゃあ跳ぼう、羽置きの羽って部分が大事じゃんってなるので、じゃあどう跳ねるかなんですけど、背中でちょっとこうバウンドするんじゃないんですけど、ちょっと背中を浮かせてください。で、浮かせるのはどうすればいいかっていうと、やりたいことはこれです。ちょっと浮ければ全然変わってくるんですけど、浮くためにはちょっとこうグッと背筋を丸まったところから引く、猫背の状態からピンと背筋張ると、その張力がちょっと地面に加わるんで、丸まって、でちょっと膝も上に突き出す。硬い地面でも一応できます。ただこの時にあまりにも力抜いてると咳込むんで、ちょっと腹筋力入れといて着地の瞬間にこらえてください。で、これができた人はちょっと足を置きに行くんですけど、注意点として遠くに足を置いちゃダメです。ほう、足を遠くに突き出しちゃうと着地どころがなんかもう本当落ちるだけになっちゃうので、足出すのはなるべく近め、足が上がったら近めに出す。近めに出している間に空中にしっかり背中で受けてれば立てます。急に立てます。本当多分こんな感じに最初なります。で、焦ってやると結構弾かれたりするんですよ。ではなんでそうなるかっていうと、最初に言った後転がない状態のまま蹴っちゃうとこうなります。なんかこんな感じになるので、絶対後転を作る、後転になりかけるところを見つけるっていうのは本当最初にやり込んでおいてください。で、背中で受けるっていう間に足を入れ込まなきゃいけないので、背中をもうバインと浮かせたらしっかり足を近くに弾きに行きます。で、足弾く量なんですけど、たまに結構立ちづらくて前に出してますみたいな人いるんですけど、そうするとね、いつまで経ってもちっちゃい羽置きになるので、できれば慣れてくればくるほど上に出した方がいいです。で、慣れてきたら顔をすぐ腹筋みたいに上げるんじゃなくて、ちょっと上を見た、まあ、転がった時のこの目線に残す、つくまで残してやると、立ち方が上に上がってくるので、あとはブリッジのような反りを出すと立ち方がより良くなります。つまり立ち方がこうじゃなくてこうなるような、マトリックスみたいな。なんか後転仕掛けて背中バインってやってマトリックスすれば立てるってことで、これすぐにはできないと思うんですけど、まあ、柔軟性とかね、腹筋の量とかによって変わるんですけど、とりあえずまずはしゃがむところから始めてください。まあ、これできてれば多分手なし手ありどっちもできると思うんで、今回手なしだったんでちょっと難しいと思う人多いんですけど、難易度的にはそんなに大きく変わらないと思うんで、まあ手なしだから超人だみたいなわけでもないし、手あるからカスだみたいなわけでもないっていう。なんでアクロバットしたい人とかアクションに使いたい人はバンバンやってもらえるといいかなって感じです。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いします。では怪我に気をつけて、まあ練習手順吹っ飛ばさずにやってください。ありがとうございました。